ケテルリカルド・マルテ・バルデスは、ドミニカ共和国、ペラビア州ニサオ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。愛称はザ・シパイク。16歳だった2010年8月13日に、シアトル・マリナーズと契約して、プロ入り。2011年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・マリナーズで、プロデビュー。62試合に出場し、 打率259.2本類が22打点16盗塁だった。2012年はまず A 級クリントン・ランバー・キングスでプレーし65試合に出場して打率24722打点14盗塁を記録した。6月からは A-9 エバレット・アクアソックスでプレー。4試合に出場して打率2862打点 一盗塁を記録した。2013年はまず、A 級クリントンでプレーし、98試合に出場して、打率、304、29打点、16盗塁を記録した。8月に、A 級ハイデザートマーベリックスへ昇格。ここでは19試合に出場して打率、256、1本塁打、8打点、4盗塁を記録した。 2014年は二類一種のロビンソンカノがマリナーズと10年契約で新加入したこともあり、マイナーで主に遊撃手として起用された。AA 級、ジャクソン・ジェネラルズで開幕を迎え、109試合に出場して打率。302、日本類が46打点、23盗塁と活躍し、8月29日にサザンリーグのポストシーズンオールスターチームに選出された。 8月にトリプル A 級タコマレイニアーズへ昇格。ここでは19試合に出場して打率。313に本類打、9打点、6盗塁を記録した。オフの11月20日にマリナーズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2015年7月31日にメジャー初昇格を果たした。同日のミネソタツインズ戦で1番2類種で、 先発起用されてメジャーデビューし、この試合で初安打を放った。以後、遊撃手として起用され、最終的には57試合でプレーした。打撃では打率283.2本塁が17打点だった。遊撃の守備では51試合で9失策を期して、守備率960だった。また、4試合で2塁手、2試合で中堅手も守った。 2016年はメジャー2年目にして遊撃手のレギュラーに定着された。119試合の出場で打率、259、1本塁打、33打点、11盗塁という成績を残した。2016年11月23日にジーン・セグラ、ザック・カーティス、ミッチ・ハニガーとのトレードでタイフーアン・ウォーカーと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。 2018年開幕直前の3月26日、ダイヤモンドバックスと2022年までの5年2400万ドルで契約延長。この年は自己最多の153試合に出場し、打率260、14本塁打、59打点だった。また、リーグ最多の12、3塁打を記録した。2019年は自身初となるオールスターゲームに選出された。 144試合の出場で33本塁打、花地リーグ2位となる打率。329、リーグ4位となるオプス、981等の、好成績で、MVP の投票では4位であった。首位打者を、クリスチャン・イエリッチとわずか6猛差で逃した。守備では、中堅守として89試合、二塁守として45試合、遊撃守として5試合の先発出場を記録する。 とシーズンを通して、ユーティリティープレイヤーとして活躍した。ありがとうございます。